暑いな。全然大丈夫ないって聞くとこ取ってきた。さっき浴衣配信したんですけど、そうちょっと時間的に調整するよってなって、ここの枠を浴衣に変えました。ちょっと早くしました。すまへんね、急に時間変えちゃって、すまへんねとか言って、なのでさっき見れなかった方います？いるよね、そりゃ。全然大丈夫ないで TikTok を撮ってきました。あとは次何時だっけ、11時半か、11時半にまたします。Twitter の音嫌なんですけど、これが終わったらもう風呂に入ろうと思います。さっきはお団子だったんだけど、次は何だろう、ね、なんかピンで留めてみた。 TikTok も載せたのでぜひ見てちょうだい。この髪型も、まあ、浴衣に合うかはあれだけど、ちょっと可愛くしてみた。どうよ、全然大丈夫ない。自撮りしようっと後で。TikTok はお団子のやつは、ドロ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 ってやつだった。なんとかかんとかってやつ。ドロ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 。全然大丈夫ない。このピン今日買ったんです。なんか流行ってそうだなと思って買ってみました。テロップ入れよう。なんとかなんとかだ。今 Wi-Fi 直ったよね。なんか電源差し直したら直った。もうこれ終わったらお風呂に入ります。うん、なんかちょっとよろしくなっちゃった。いやー、いなじいさん、くまたわありがとうございます。ありがとう。カメラこっちか。ありがとうございます。嬉しい。メモメモ。実際のところどうなんですかね、浴衣は。みんななんかどうですか。でもちょっと今日はね、なんか帯が全然違うやつしかなくて、昔の浴衣だったんですけど、全身はちょっともう2時間くらい着てたから着崩れしてますけど、こんな感じです。映んないね、こんな感じ。
鳥が邪魔してる。全然大丈夫ない。でも帯が黄色で意外と合っててよかった。なんか真っ白の帯があってそれは違うねってなって、わかる、浴衣でデートしてみたいよね。わかる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 、浴衣でデートしてみたい。そうでもこれは本当は水色の帯だったんだけど、何の帯なんだろう。でもちょっとね安っちい帯、中学校の時とかに買ったのかな。なんか浴衣買おうかなって思ってきたよね。全然大丈夫ない。ストーリー撮ろうっと。なんかめっちゃブサイク。全然大丈夫ないって。違うの、どこ見てるのどこ見てるの。画面越しにストーリー撮ってるよ。もっと下見なさいよって目がなんかずれてんじゃん。大変だねこれ。浴衣着たってのせよ。ね、今流行ってる TikTok なんか何撮ろうと思って全然大丈夫ないしか撮れなかったんですけど、13プロです。ハイトーン、こんなハイトーンで浴衣着たことないからすごい新鮮。どうですどうですとか言って、お団子かこっちの髪の毛どっちが好き。浴衣だったらお団子かな。アイドルだからなんかこの髪の毛許されそう。ああお団子の方が多い。あ、分かれるね意見。本当？嬉しい。でも
どっちも好きって言ってくれる人って変えてよかったって思うよね。いやハーフアップとかにしようかなって思ったんだけど、なんかせっかくピンク私これでやってみようと思ってやってみた。もうでもあとちょっとで終わっちゃうからねこの枠。写真いっぱい撮ってお風呂に入ろうかなって思います。うん、11時半からの配信は特に何するか決めてないんですけど、なんかもうお風呂も上がってるし多分寝る前なのでゆったりしてます。していいですか？いいですよって。ちょっとルームツアーでもしようかな。私のちょっとだけ一部見せれるから掃除した感じのルームツアー見せるわ。兄さんアットマーク、ナタリダン、クマタワー、ありがとうございます。みーさん、ありがとう、嬉しい。浴衣効果ですか？ありがとうございます。嬉しいな。全然大丈夫ない、兄さん。ありがとう。テンプレ打ってくれてる。でもまたこの期間浴衣配信しようかなって思ってたんですけど、浴衣がこれしかなくて、からどうしようかなって思ってる。できそうな時間があってこれでもいいんだったらまたするんですけど。うなぎ食べました。うなぎ食べた。うなぎ買ってきてくれてて、それをご飯にのせて食べました。美味しいうなぎ屋さんのうなぎだったからペロリンチョでした。ペロリンチョ。トザタウンで浴衣調べよう。毎年浴衣買ってちゃ気にないけどね。浴衣欲しくなっちゃった。でもさ、安く買える時は安く買えるよね、浴衣って。でもやっぱ実家じゃないと着れないねって思って。でもさ、東京でさ着せてくれるとこあるかな。お願いしたら着付けだけとか、そしたらお話し会とか着ていけるんだけど、着付けだけお願いしてもいいですかってとこってあるかな。着物屋さんとかなのかな。でもさ、お話し会いつもさ毎年握手会でさ浴衣会ってあったじゃん。だから、あん、一人では着れないね。すごい雑になってもいいなら着るけど、なんかちゃんと着たいね。あー、やめて。でも帯紐とか持ってかないといけないかな。やめて、お願い。帯紐持ってこうかな。全然大丈夫ない。うん、
ランチは元気でした。浅草とかならあるかな。もうレンタルしちゃうかだよね、浴衣とかもまんま、まんまレンタルして、でもなんか一人で来て帰って電車乗るのってちょっと恥ずい。でも今日お母さんが着せてくれたのを見た感じはすっごい簡単に着せてくれたんだけどね。いやでももうこれで動くってなったら結構着崩れしちゃうなって感じだから、やっぱちゃんとやってもらった方がいいかもね。うん、着付けの勉強とかしたいけど8月は浴衣したいな。ミスさん自分で言ってたのすごい。ちょっと考えときます。帯紐何本くらいあったらいけるかな。2、3本あったらいけるかな自分で。スクショタイムしよう。スクショタイム。暗いここって眩しい。インキャピース。アーニャを知ると世界が平和に。アーニャピーナッツが好き。なんかさ、ライトはあるんだけどさ、電池がないんだよね。充電器ってこれ合ってんのかな。アーニャを知ると世界が平和に。アーニャピーナッツが好き。人参は嫌い。充電器刺さらんのがいい。なかったですわ。ライト欲しい。ハゲチャビン、ハゲチャビン。そう、こう見えてあざといんです私は。多分あざとい人って自分であざといって言わないよね。プルさん、プルアットマークなとりどんさん、くまたわありがとうございます。ありがとうプルさん。よし、浴衣効果やったね、やったね。やだ。プルさんね、プルさん。
肩効果ですかね。今回明るかったらいいのにな。なんだろう、部屋の天気の明るさがダメなのか。猫も犬もね、全然来てくれないんだよね、お部屋に。犬だけ。下で寝てる猫とかは、あと餌待ってた、さっき下で寝てました。猫が全然こう、でもうなぎ食べてたらクーが来ました。うなぎくれって。でもめちゃくちゃカリカリなんですよ、お腹がたぶってないのよ。ちょっと心配。そう、やっぱね、チュールとか買ってあげないとね。もうあと7分でこの時間おさらばだ。ありがとうございました。今日も浴衣をたくさん褒めてくださって。次は11時半からベッドでゴロゴロっと配信して終わります。明日は、7時45分くらいからメイクしようかな。あー、りょうたハットマーク、とりももしさん、浴衣効果って書いてある。熊田はありがとうございます。浴衣効果ありがとう。やったね、浴衣効果。お風呂上がったらアイス食べようかな。で、明日はそう早いですよ、ちょっと早いですけど7時45分ぐらいからメイクして1時間配信して、夜に1時間1時間でできたらいいなって思ってます。一応組んでみるけど、もし30分空けてるとかでもいいんですか。まああんまり意味はないよね、実際。本当はもうちょっと開けた方がいいよね。ちょい、レベル上がってるぞ。レベル上がってるぞ。辻さんレベル上がってるよ。30分開けたらいい？1時間1時間で、例えばあんまり意味ないよね。
一人でずっと喋ってた。最悪2時間開ければいい？うん？最高2時間開けたらいい？って聞いてて、21時23時だったらどうですかって一人で聞いてたんですけど、はず。ちょっと一旦ランキングを見ますね。13位幻さん、12位ヤッスンさん、11位デリオス陣吉さん、10位ロロさん、9位浴衣姿マジかわいいありがとう、メール文字取りよろしく YK さん、8位ヨッシーさん、7位ルールズさん、6位マチャヒロさん、5位ヒロくん、4位ニーアットマークナトリドンさん、3位プルアットマークナトリドンさん、2位ギョータットマークトリモモシ浴衣効果さん、1位イナジアットマークいつまでも言うな彩りますさんです。ありがとうございました。あ、すごい気づかなかった私。あ、そう、21時半じゃない、21時から22時、23時から23時59分だと無理、意味ない。どうしたらいいんだろう。それだったらまだ効果ありですか。そんくらいにしようかな。じゃあ できなかったら本当にごめんなさい、する、本当に土下座する、土下座します。じゃあ一旦それで組んでみますね、明日の。ごめん、ありがとう。じゃあ今からなんか動画とか自撮りとかしてお風呂に入ってきます。また23時半にお会いしましょう。バイバーイ、またねー。